後でいいこと教えてあげるって言ってるんですけど、この人全く何もしてくれないんだよね、今のところ。結構ストーリーもね、ちょっと話は進んでるんですけど、いつになったら教えてくれるのかなっていうか、この後ろについてきてるね、ピッピちゃんっていう女の子がいるんだけど、この子をね、墓場から救出して今戻ってきたんだよね。この町長さんに一回多分話さないといけないと思うんだけど、じゃあ話してみましょうか。話す。その子が迷子になったピッピちゃんかね。いやいや、素晴らしい。見どころのある少年だと思っていたが、拍手パチパチパチ。めっちゃ冷めた拍手じゃん。よかったね、可愛いピッピちゃん。ママに町長さんに助けてもらったとちゃんと言うんだよ。なんでだよ、お前何もやってないじゃないかよ。こういうとこ本当になんか鬱陶しいよね、この町長さんをね。ネス君にも賞金を100ドルあげよう。ほれ。お前の使いじゃないんだよ。ピッピちゃんを助けたの。あ、なんか、話が進んでるね。机についたけど。ところで、ついでと言ってはなんだが、動物園の事件の方も一頑張りしてみちゃくれないかね。ん、どうしようこれ。いいえって言ってみる。いいえ。そうか、やっぱり言ってくれるから、行かないって言ってんだ。デス君、君も本当にゲーム好きだね。なんか、メタ的要素が入ったね、ゲームっていう。まあ、この世界の人たちは真面目に生きてるかもしれないけど、これはゲームだからね。動物園の鍵は助役のアポットからもらいなさい。あ、なんか動物園の鍵っていうのがあるんだ。あ、でもアポットって左上にいる人だよね。あ、これも動けるんだ。ちょっとピッピちゃんと喋ってみる。じゃあ、ここでバイバイ。あ、ここでバイバイなの。私の持っているグッズは後で私の家に取りに来てね。あ、そうなんだ。ところで私の靴下短すぎる。これ何？靴下が履いてるのか、そもそもどっちだかわかんないんだけど、履いて言ってみる。答えなくてもよかったのに、可愛い人。なんか、落ちくられてるな。多分年下の女の子なのに。なんか、翻弄されてるよね。生きて帰って君は英雄。体の具合さえ良ければ私も行くんだけど、まあ行かないだろ、どんなに体が良くても。で、なんか、アボットさんから、あれだよね、動物園の鍵っていうのもらうらしいけど、はい、これが動物園の鍵です。あ、これだけ？でも動物園っていうのがまだどこにあるかちょっとわかんないんだよね。ちょっと降りてみたらわかるかな。あ、そうだ、この人だよ。後でいいことを教えてあげるって言い続ける人。この人にも翻弄されてるよね、ですか。話す。ほら、また後でいいことを教えてあげるって言ってるじゃん。で、ですけど、当面ちょっとね、動物園っていうのがどこにあるかわからないので、この先にちょっと看板を見たら、こう、この子カナリア村、自然を大切にしようって書いてあるんで、ちょっとね、このね、今までもたびたびカナリア村っていう名前が出ていたので、ちょっとカナリア村に行ってみようと思います。道具にもね、一応なんかちょっと間違えましたけど、グッズで、カナリアの子供がいるんだよね。まあ、このカナリアの子供がなんかその子で何か、イベントが起きるかもしれませんし、これね、食べるってやったらね、やめてくださいって言われるんだよね。当たり前だけどね、システムメッセージからツッコミが入るっていう。結構新鮮だよね。キャラクターではなく、システムからツッコミが入るの。で、この先がカナリア村にあるのかな？カナリアじゃないけど、カラスが襲いかかってきたな。ん？あ、なんか壁があるじゃん。これなんだろう？あ、なんか枯れ木があるけど。これがなんかもしかしてカナリア村なのかな？どうなんだろう？ちょっと入ってみようか。なんか、なんか鳥がいる。なんか、ファイナルファンタジーのチョコボっぽいけど、喋ってみる？これ喋れんの？あ、なんか何も喋れない。これがなんかもしかしてカナリアなの？てか、ここがカナリア村なの？ちょっとどういうことかわかんないですけど、なんか他にもいるね。これカナリアなのかな？これもカナリアも喋れるかな？ちょっと、喋ってみよう。あ、何も喋れないよ。じゃあちょっとこの、テレパシーっていうので、なんか、意思疎通できるかな？あ、これもできないね。ん？なんかね、カナリア村ってなんか名前がカナリアだけであってさ、人間が普通に生活してると思っていたんだけど、こういうことなの？なんかカナリアが人間みたいに生活してんのかな、ここで。あ、なんか、あ、待って。なんかこの、青髪ツインテールおじさんがいますけど、まあ、僕が勝手に呼んでるだけだけど、喋ってみましょうか、話す。ありゃ、君のカナリアは歌姫ローラの子供じゃないか。ローラに届けてやってくれ。あ、なんかデパートでもらったカナリアの子供だよね。さっきこの動画でも言っていましたけども。ローラの子供なの、そのカナリアの子供は。でもローラって誰？でも一応ちょっとこの、家ってやってみる。君は何か大切なことを忘れているな。悲しいことだ。めっちゃなんか悲しいこと言われたな。ちゃんと持っていくよ。じゃあちょっともう一回喋ってみようか。ローラって誰かわかんないんだよね。ローラはどこにいたかな？ん？え？ローラはどこにいたか教えてくれないの？あ、教えてくれないわ。ちょっとこのなんか、動物園の、てかカナリア村のどこかにいると思うんで、
ちょっと片っ端から話しかけてみる？こいつじゃないわ。で、ちょっと一通り喋ってみたと思うんですけど、全然いないんだよね、そのローラっていうのが。で、今ちょっと上の方にいるんだけど、こいつだけなんか壁の向こう側にいるんだよね、このなんかカナリア村の外に。もしかしてこいつがローラなんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろう、ちょっと行ってみようか。あ、なんか看板がありますね。これもちょっと見てみましょうか。看板。チェック。南マザーズデー、北シュークリーム動物園。あ、今ちょうど動物園も目的地だからちょうどいいや。じゃあ北に行くのがいいのかなってか。多分このカナリア村の、裏側に行くのにもここを多分通らないといけないんだよね。ちょうどいいから、行きましょうか。とかこの川が微妙に邪魔をしていて、回り込めない。あ、どう、行けるかなこれ。この橋を取ったらいけるかな。いけない。あ、嘘。これどうにかして向こう岸にね、行ける方法がないかな。このね、カナリア村の壁伝いに行っても、木が邪魔をして結局通れないんだよね。ちょっとカナリア村に行く道はちょっとわからなかったので、ちょっと北上しているんですけども、なんだあいつ。なんか、やばいやつがいるな、これ。これ動物園だよね。ズーって書いてあるから。ズーってもう英語で動物って意味だよね、おそらく。これ猿じゃないの？猿がなんか動物園の入り口をなんか守ってんの。ちょっと喋ってみる。話す。キャッキャッキャ。お前の母さんデベスうるさいわ。そんななんか悪口初めて聞いたとき久しぶりに聞いたわ。猿は動物園の鍵を盗んだ。え？嘘？え？嘘嘘嘘嘘。ちょっと待って。よく見ると扉の鍵は壊れていたね。その扉を開けて。あ、よかった。一応長女さんのところのね、助手さんからなんか動物園の鍵を預かってここまで来たんだけど、その動物の鍵に盗まれちゃったよ。入れなかったと思うけど、一応入りはするんだ。なんか敵が出てきた。やっべ。やばいな。ゴリラが襲いかかってきたって、もう相当やばいな。なんかこういう世界観で。一応普通の子供なのに、ネス君。え、戦ってみる？勝てるかな？戦う。ネスの攻撃。ゴリラは21のダメージを受けた。ハンバーガー奪うな。最悪だ。結構最初の方の動画でハンバーガー買ってつぼわれた。もうこのまま戦ってみよう。避けんのか？ゴリラのくせに素早いな。ネスは10のダメージを受けた。あ、でもそこまでなんか絶望的なダメージではないな。よし。あ、倒した。ギリギリ倒したってか、結構簡単に倒したね。あ、結構余裕かもしれない。あのね、墓場の時からあんまりレベル上げはしなかったからちょっと苦戦するかもと思いましたけども。大丈夫そうだね。やばい。またなんか変な機体。巨像？巨像って何？普通の像よりさらに巨大な像なの。え、こんななんか。絶対に勝てなさそうだけど、勝てんのかな。16のダメージ。え、のしかかった。あ、でもやばいっていうか、意外とそんなにダメージもらないね。ん、あ、さすがに2回では倒せないか。でも3回で倒せるんじゃないかな。あれ、まだいけない。やっぱ強いな、巨像は。っていうか今ネス君多分バットでこの像を殴ってんだよね。あ、でも一応倒せた。もう普通の像なんかバッテリー殴っても全然ビクともしなさそうだけど。あ、よかった。レベルも上がったわ。よし。まあ、これで、まあ、これからの戦闘も比較的、ね、簡単に乗るかもしれませんけども。出てくる敵が面白すぎるね。あ、なんかすごい可愛いウサギがいる。これなんか看板的なもの見れるかな。これウサギに襲われたりしないよね。なんかこんなね、複数のウサギから、ね、襲われたらめっちゃ怖いけど、スピード速そうだし。あと、やばい。ここの檻壊されてるわ。てか、ここの動物は逃げ出したのかな。ま、普通にゾウとか逃げ出して襲われたけどさ。あ、でもやばい。猿がいっぱいいる。え、この中の、どれかの猿が動物園の鍵を盗んだのかな。でもまあ、一応もう動物園には普通に入れるから鍵が壊れてるから。てか、やばい、トワイが。もうこんなん絶対になんかすぐに出ててはいけない奴らじゃん。奴じゃん。奴らっていうか。やっぱり送られた。12のダメージ。あ、でもワニよりはって思ったけど連続攻撃か。やばい、これはちょっとやばいな。ちょっと回復しよう、回復。これ連続攻撃また来るの？ 28。あ、これちょっとなんか、難しいかな、勝つのが。未だに一貫もね、ダメージ与えてられないもんね。
しかも確定的にもうほぼ30近いダメージを与えてくるし、でも一応ちょっと逃げるにしても逃げた時失敗したら絶対殺されちゃうから、ちょっとヒットポイントに余裕がある時に逃げよう。これちょっと危ない。逃げよう。逃げ出した。あ、やっぱダメか。あ、嘘。やばいな、これは。ちょっと今、余裕があるから、ヒットポイントにまだ26っていう、ディフェンスアップっていうのも一応ね、覚えたんだよね。これはちょっとやってみようかね、次。どれくらい防御力が上がるかわかんないけど、25上がった。どれくらいダメージが減るか。7か。あ、でも結構マシになったね。で、この状態でライフアップをして、34回復。これだったらまあ、結構戦えるんじゃない？よし。これでもう、あとは攻撃していこう。ネスの攻撃。20のダメージ。やばいよね、今この絵面が。ネス君バッと思ってトラと戦ってんだよね。そんな昨今のゲームでもなかなかないよね、トラと戦うとか。あ、普通に倒したわ。よかった。ふうわ、ちょっとやばいな、これ。もう後がないんだよね、本当に行くと。動物園を探索していたら、もう PP もゼロだし、逃げれるかな、これ。回復できないんだよね。あ、逃げれてよかった。ちょっとこれもう、ちょっと一回戻って、拠点っていうかあの街に。で、なんですけど、ここね、またちょっと悔しいから、カナリア村、戻ってきたんですよ。街に回復してから動物園に行くまでに。で、ここちょっと気になってみて、よくよく見たら、このね、この何かわかんないけど、建物がここだけ白いんだよね。で、ここをチェックしてみたら、ハテナって出るんだよね。これ何回チェックしてもハテナって出るんだけど、チェック。あ、ちょっと問題なしになったけど、ここをチェックしたらハテナって出るんだけど、ここをね、ちょっと裏に回って、あ、ここ通ってみたら、ここにね、繋がるんだよね。意外と。だから結構なんか、さっきはね、このカナリア村を迂回して、ここまで来ようと思ったけど、来れなくて、ここがまあ、正しい生き方だったんだろうね。で、この、鳥ちゃん？ウロラちゃんかな？ウロラちゃんと喋ってみたいんだけど、めっちゃなんか、カナリアが水辺に追い詰められてるけど、あ、私はローラよ。ん？それだけ？てか、他のカナリアは全く何も喋れなかったのに、普通に日本語喋んだね、こいつ。てか、テレパシー的に私はローラよって言ったのかな？で、確かこのローラちゃんの子供をね、今、メス君が持ってんだよね。デパートの屋上にあった、屋上っていうか一番上にあった、ペットショップでなんか、押し付けられた子供、カナリアの子供。これをちょっと使ってみようか。歌姫ローラは我が子と対面して大喜びで歌を歌い始めた。あ、なんかめっちゃ歌ってる。あ、なんか、可愛いな。綺麗な歌声。レスはメロディーを覚えた。あ、そういうこと？なんかこれってさ、こんな感じで、ちょっと右下の方にメロディーっていうなんか項目があるんだよね。これをなんか今、一つと二つ覚えてるんだけど、これなんか全部覚えたらいいことがあんのかな？これをなんか、子供をここのローラちゃんに届けに行くことが、なんか、この2つ目のメロディーを覚えるなんか条件だったんだ。で、ここまで戻ってきたんですけどね、これめっちゃ可愛くない？なんかこのまたペンギンがいるんだけど、ペンギンってさ、なんか一時的にこういう普通に外に出ることはあってもさ、だいたいいつも冷たい場所にいると思うんだけど、ここのね、ペンギンはずっとね、外にね、野放しにしてるよね。これ大丈夫なのかな。うわ、すっごいフラミンゴじゃん、これ。フラミンゴ全く動かないけど、めっちゃなんかいろんな動物がいるよね。まあ、なんかフラミンゴに関しては空が飛べるからこんな檻があっても意味はないと思うんだけど、ね。でもいっぱいいるね、本当に。ん？なんだこれ。結構奥深いところまで来たんだけど、建物がある。あ、一応でもこれちょっと見てみましょうか。なんだろう。結構なんかツタに覆われてるような感じがするけど、入り口のあたりが。チェック。シュークリーム動物園管理事務所。あ、管理事務所なんだ。こういうのがあるんだ。あ、なんか戦闘が始まったわ。で、ちょっと戦闘が入りましたけど、ちょっとあのこの動物園の管理事務所入ってみようと思います。ゴー。というわけで、あ、なんかここは普通の部屋って言えば部屋だけど、やっぱ普通に敵はいるのか。めっちゃ不気味だよね。ムカデが襲いかかってきたらなんだよ。でもここのね、事務所本当になんか音がちょっと怖いよね、 BGM が。あ、なんかプレゼンターボックスがあるけど、これなんだろう。取っていいのかな。罠じゃないかな。チェック。ネスはプレゼントの箱を開けた。ロープがあった。ネスはロープを手に入れた。ロープってなんかこの先使い道あんのかな。戦闘とかに使うもんじゃないと思うけどね。こっちは何があんのかな。あ、ここにもプレゼンターボックスがある。
あ、また。戦闘か。またお前かよ。じゃあ、このプレゼントボックスを開けてみましょうか。チェック。何入ってんの？毒消し？毒消しが手に入るってことは、この後になんか、毒を使ってくるやつが出てくるのかな？めっちゃ怖いな。あ、2階だけじゃなくて3階もあるんだ。でも一応ここも見てみようか。てかこの BGM 本当に怖くない？あ、またプレゼントか。開けてみよう。パン。あ、パンって多分ヒットポイントを回復するアイテムだよね。ちょっとでもこれ以上持てないみたいだから、どうしよっか。このロープってそもそも何だかわかんないんだから使ってみましょうか。使う。何も起こらない。あ、ダメなんだ。でもせっかくだからこのちょっとパンも一応もうすでにもう一個持ってるけど、これ使っちゃおうか。ん？巻きながら歩き出した。あ、これパンって食べるもんじゃないんだ。あ、今ちょっと話しかけちゃったけど、でもこれでもう一個パンがあるから、ん？あ、なんかパンを巻きながら歩き出したいと言ってるけど、これ何の意味があるんだろう。てかまたお前かよ。このパンだけど、てっきりなんかヒットポイントを回復するアイテムだと思っていたけど、違うんだ。あ、でも、ここが最上階だね。またお前かで、また、この最上階まで来たんですけど。てか、もう敵を倒しただけですけど、入ってみましょうか。なんだこれ。めっちゃ怖い。なんか、カプセルみたいなのが浮いてる。てか、また敵出てきたよ。またお前かで、ムカデを倒したんですけど、これがめっちゃ怖いんだけど、何なのこれ。調べてみる。てか、話すのかな？話してみようか。誰に話しているのだ。やっぱ話しかける存在ではないんだ。チェック。カプセルの中から何かが飛び出した。怖っ。え、なんか戦闘になるのしかも。何が、え、何こいつ怖っ。スターマンの息子ってなんだよ。これなんか、戦って勝てんのかな。一応普通に最初は攻撃してみようか。スターマンの息子。スターマンの息子ってことは、スターマンってやつがいるのかな、どっかに。17ダメージ。あ、結構ダメージもらうな。あ、これ結構、ボス戦って感じになるかもしれないね。ちょっとこれ、ステータスを上げてから、戦闘に臨みましょうか。このディフェンスアップってやつ。で、その防御力を上げる。これ、だいぶヒットポイントがね、温存できますから、ダメージが減って。よし、この状態で戦っていきましょうか。よし、これでスターマンの攻撃。22のダメージ。何 ?PK ビームアルファって何 ?3、え？やばい、めちゃくちゃダメージもらった。これはやばいな、ちょっと。てか今のディフェンスアップしなかったらもしかしたらヒットポイントがゼロになってたかもしれないね。ちょっと回復しよう、これ。ライフアップ。34回復。これ30ダメージもらってるんだ、さっきだから。ちょっと、ギリギリまでヒットポイントは上げとこうか、30近くなった場合。よし。これで、また攻撃に転じようか。攻撃。スターマンの息子。20ダメージ。あ、結構意外と脆くあったな、敵の防御力は。簡単に出せたね。あ、でもなんか、あ、カプセルがどっか飛んでいった。何これ。動物たちを狂わせていて怪しい音は消えた。動物園は安全になった。あ、なんか動物の矢を、動物園の動物が狂い始めたって言ってたけど、ここに書いてありますけど、あのカプセルのスターマンの息子とかいうやつがなんか変な音出して操っていたの。あ、なんかこれ。何気なくこの動物園の猿の看板を調べてみたんですけど、これ世にも珍しい歌う猿は当シュークリーム動物園にしかおりません。歌う猿はしみじみと歌った。あ、やっぱそうだ、これ。メロディーじゃん。全くなんか何気なくこれを見てみたんだけど、あ、こんなとこにもなんかメロディーを聴けるなんか要素っていうかスポットがあったんだ。これ結構いろんなとこをちゃんとなんか見ないと、こういうのを見つけづらいよね。で、動物園から出たんですけども、今回はね、ちょっともう、意味のよくわからなかったですけど、スターマンの息子ってやつも倒して、このね、動物園の動物たちをまあ、狂っていたのは元に戻したわけですけど、なんか、でも、あいつがなんかこれからなんかいろいろ、黒幕的に出てくるのかもしれないよね。でも今回はこれで終わろうと思います。じゃあ次回、この動物園を一応、まあ、安全を取り戻したので、まあ、ニックキ町長さんに報告しに行きましょうか。まあ、あの町長さん、結局またなんか、このね、成果を横取りしそうだけど。じゃあ、でも今回はこれで終わると思います。それじゃあ、皆さん、ありがとうございました。またよかったら次回もご覧ください。てか、また敵が出てきたよ。